タジオでパンってやってる。こういう状態でしょ。バーンってやってるでしょ。コースで出た時とか、ちょっとだけこう、見てる、このイメージがあるのに、肩がこっちゃうし、こうやってグッてくるんですね、引きに引っ張り。で、あと右下出てくるでしょ。気持ち悪い。どうなる？だから、この状態で、それしてどうかね。もっと早く。そう。鏡に。足めっちゃ動いた。勝手に。思ってないでしょ。でしょ。この下半身がめちゃくちゃ綺麗なんです。反応してるわけ。ポールちゃんがこの、そう、こいつを振るっていう、ものを振るっていう行為に対して下半身が反応してる。そうすると、こっちに勝手に無駄に動くんですね。これを振るじゃん。手首を動くじゃん。手首マンになれる。これね、あの動画の人も。そうして。ちょっとまずギュッと。で、クラブを動かして。そう。で、自分の腰から腰まで、今回しか動かないでしょ。で、それに関して、このテクニックまでになって、ラウンドにしよう。倍動くじゃん。同じ手の運動量で倍動くでしょ。そう。単純にこっちの方が、すごい効率がいいじゃん。手首。そう。動い、稼働してるってこと。そう。でも手首って面白くて、使ったりしてるとかだと、大体悪いことのイメージになってる。そう。手首こねてるよねとか。手首使ってますねとかのネガティブワードなの、大体。でもネガティブワードじゃないわけよ。そう、本来ここははっきり言ってもデータとかでもここの運動量が多い方が基本的にはスイングが基本的にこの振り子が生まれるから弦外れないわけだなと。これはキュッて持ってるからいろんなところに上がったりとかいろんなことが起きて手首にギブスがあるんですよ。ギュッて持ってる、ギュッて持ってるんですよ。すごい動く、手を動かさないですね。そう、突っ込んだりするじゃん。手首何もつかない。そう、なるでしょ。ってなるでしょ。友達とか知り合いの人もスレーとかするでしょ。体がなんとかのスレーだ。手首にギブスがついてるから動かないだけなの。でもここはちゃんと手首まで動く人は自然にパンパンと動く。ここだけで無駄な動きないでしょ。で、プレーンから外れないから、で最後多分ほっとけば伸びてるから、
そうでもまずその分こういうふうに、ただ叩くっていう、ただ振るっていう、そう、反応の部分を自分から作ろう作ろうしなくていいよとか、ってことです。はい、ありがとうございます。ギブスを外そうです。出てくるギブスがいろんなものを磨いて、でもだって普通にちょっと足ピンって状態でも打てる。そうそうそう、だからこうやってちょっと落ちて、なんかこういう状態でも振れるでしょ。斜面と僕はこんななのかっつってもこうやってパッて振れる。でもこれがロックしてたらこんな斜面とかってどうしようって、こんななったら振れなくなるんです。こういうことになります。振ろう。